こんにちは江松です今回は「不安を自分の味方につける」というテーマでお話ししていきたいと思います。すぐに不安になる自分はダメだと否定して自分を苦しめてしまうことがあります。こんなことで不安を感じてはいけないんだ。不安になるのは自分が弱いからだと自分に厳しくしすぎることがあります。 不安になる自分をダメだと責めることで自分の中から不安を追い出そうとするのです。不安を感じるのは恥ずかしいと思うと不安を感じない人間にならなければいけないと考えるようになります。不安を悪いものだと考えることで不安を感じない人生を送りたいと願うようになります。確かに不安を感じるのはあまり心地よいものではありません。だから、 できるだけ不安を避けたいと思うのは自然なことです。しかし不安というのはただマイナスなものではなく自分にとって役に立つ側面もあります。例えば人前で話すのが苦手という人がいます。そのような人は誰かと話しているとしっかり相手に伝わっているだろうか相手を不快にさせていないだろうかと不安になります。そのように考えると緊張して疲れてしまうので 自然と人前でも不安を感じないようになりたいと願うようになります。しかしそこでこんなことで不安を感じる自分はダメだと自分を責める必要はありません。なぜなら人前で不安を感じることにはプラスの側面もあるからです。例えばしっかり相手に伝わっているだろうかと気になるから相手にうまく伝えるための工夫をすることができるようになります。 相相手手を不快ににににさせていないなななだろううかかと心配になるるら、相手の気持ちに寄りり添った話し方ができるようになります。人前に出るとすぐに不安になるという特性があるから他人に気を使うことができるということがあります。そして他人に気を使うことができるからこの人は優しい話し方をしてくれるこの人と一緒にいると安心することができるといったプラスの評価をされることがあるのです。 すぐに不安になることをネガティブな視点で捉えたら不安を感じる自分を弱いとかダメだとか恥ずかしいと思うようになりますしかしすぐに不安になることのポジティブな側面を見ようとすることですぐに不安になるからこれまで何とかやってこれたんだと気づくことができるようになります不安というのはうまくいくかわからないから気をつけてねと知らせてくれる感情です 私たちは不安を感じるから失敗しないようにと気をつけることができます。不安を感じるたびに自分をダメだと責めていたらどんどん自分のことを嫌いになってしまいます。なので不安を感じることのポジティブな側面にも目を向けるようにしましょう。あなたはこれまでの人生で不安に助けられたことが何度もあるはずです。あの時強い不安を感じたから 入念に準備をすることができたんだ不安を感じたから自分を成長させようと思えたんだなどと感謝することで不安を感じるのもそんなに悪くないという感覚を育てていってほしいと思います今回もご視聴していただきありがとうございますもしこのチャンネルが役に立つと思ったらいろいろな人に勧めてもらえると嬉しいですチャンネル登録もお願いします では素敵な一日を送っていきましょう。